風が通り抜けるのを感じた。袖を通すとその風と僕は一体化してしまう。空気を包みながら編まれている生地、しなやかな着心地、ずっと触れていたくなってしまう柔らかさに心が奪われる。何度洗濯しても変わらない肉厚感が頼もしい。デジャビュのように毎日来てしまう。今日は全てから解放されたい。ふわふわとコットンに包まれて流れる時間に身を委ねて、ただただ寝っ転がっていたい。とろけるような昼下がり、この柔らかさを独り占めしよう。エイトオンススビンコットンのロンティー。はい、ということでね、こちら今も着てるんですけども、こちらロンティーを作らせていただきました。まあ今回はですね、どういうイメージで作ったかっていうと、とにかく大人の人が1枚で着れる、今も僕もそうですけど、こうやって1枚でさらっと着れるようにしたかったんで、そういうサイズ感で仕上げてます。着丈のもちろん長さももっと長くも短くもできるけど、このサイズが一番こうアウター着た時にね、収まりがいいよねとか、あとは1枚でこうやって普通に着るだけでもさらっといけるし、まあもちろんリブもちゃんとあるので、こうやってね、切りっぱなしとかやったらめくれないんですけど、リブあるからこうやってめくって、ちょっと大人な雰囲気でね、着こなすこともできるっていう、まあいろいろ考えた上で、大人の人がこう1枚でさらっと着る、重ね着とかもちろんしていいんやけど、1枚でかっこいいのを計算してまあ作ってるんですけど、これがようやく動画にできますっていうのも、昨年から出してるんですけど、売り切れで動画にできなかったんですよ。だからようやく動画にできるので、僕も楽しみでいろんなこと伝えたいんやけども、あんまり長いとうざいですよね。だからちょっとあんま切りながらいろいろ行きたいなと思うんですけど、まず一番最初こだわったとこなんですかっていうと、分かるかもしれないんですけど、どう見てもこの素材感ですよね。このドレープ感、この柔らかそうな感じで、これに関してはね、世界でもいい糸を使ってます。糸ってそんな違いあるんかって感じだと思うんですけど、以前 T シャツの方でも作ったのと全く同じ糸を使ってるので、それが世界でどんだけ少ないかって、もう 0.000 何パーしかないぐらい少ない糸を使ってるので、まあ、これに関してはほぼ市場に出回らないような糸を使ってるので、それはええでしょうと。なんでええの、それは金かけてるもんと、めっちゃええ生地仕入れてるから、それはええに決まってるやんってことなんで、まあ、これはまあ当たり前なんですけども、もうそこらのロンティーとは全然違うっていうところがね、まず素材感になってるかなと思います。でそれでいて、あんまりサイズ感をジャストにしすぎると、この綺麗なドレープ感っていうのが出なかったんですよ。だから少しゆったり持たせるようなイメージで、これが僕今着てるの L サイズなんですけどね、あんまりこうタイトめにしすぎると、この綺麗なふわーっとしたドレープ感が出ないので、ちょっと身幅に余裕を持たせてみたりだとか、あと丈とかも、まあ、別にちょっと長くしててもこのふわっとした感じ、この溜まった時のふわっとした感じが出てくるので、今もねこの綺麗なライン出てる人は肩のこのラインで、こういうドレープ感がね、まあ、サイズ展開、まあ、パターンの段階、あとまあ素材の段階で、まあ計算されて一応作らせてもらったんですけど、まあ、この辺も特徴。そしてその次がニットと同じぐらいの厚みがあるというか、ニットもいろいろあるじゃないですか。こうめっちゃ目がこうゴツゴツしてるやつもあれば、薄いロンティーみたいなニットとかあったりすると思うんですけど、もうほとんどね、その薄いロンティーみたいなニットと変わらないぐらいの分厚さにしてます。だからロンティーにしては分厚い、でもニットにしてはそこまで分厚くないぐらいのイメージなんで、冬場なんかはね、もうこのままダウン着ちゃってください。このロンティーのままダウン着ちゃって、こういった感じでね、着れるようにしてますので、あまりにも薄すぎるとちょっと冬は寒いでしょ。だからまあ基本的にはまあ冬を使うことをまあベースに考えて、ロンティーやねんけども8オンスあるっていう、まあめちゃくちゃ分厚めに作ってるんで、この辺りはね、これからガンガン使えるんじゃないかなと思います。まあブラックでもいいけど、ホワイトでもいいっていう感じでね。ただね、欠点があるんですよ。でこの欠点が何なんかっていうとね、そのいい素材を選んだがゆえに、いい素材ってちょっと縮みも出やすいんですよね。でなんで出やすいのっていうと、このブラックにしてもそうなんですけどね、綺麗なこういうドレープ感を出そうと思うと、どうしても元々の糸を、長い糸を使わないといけないんですよ。で長い糸ってやっぱその分縮みが出やすかったりするって、これ T シャツでも言ったんですけど、まあ、全く同じような原理になってますし、あとそれ以外にもね、デメリットとしてあるなと思ったのが、視聴者さんにいただいたお声なんですけど、昨年買ったりとかしたんですけど、その時になんか虫に食われたような穴があったんですっておっしゃってて、でそれってね、ウールのニットとかでようあるじゃないですか。クローゼット入れたらなんかしたけど虫に食われて穴開いてましたってようあると思うんですけど、基本的にはね、僕こういうコットンでね、そんな聞いたことなかったんですけど、工場さんに問い合わせて聞いたら、あんまり聞いたことないけども、 100% ないってことはないと思うので、まあニットとか、あとはそのシルクとかと同じように、やっぱいい素材やから、こう虫に食われた穴がね、出る可能性もね、あるかもしれないですねとおっしゃってあったんで、もしね、まあ、冬場終わって春先とか夏場になってもう着なくなったっていう時は、もしかしたら防虫剤とか一緒に入れていただいてた方がいいかもしれないんですけど、ちょっと対策しておくだけでね、そういう穴とかがなくなってくるんかなということで、ようやく喋れた。このロンティの話ずっとできひんかったから、昨年からずっとスルスルスルって
言ってて、もう入ってはなくなって入ってはなくなっての繰り返しで、ようやく今やったらまた入荷前なんですよ。でこの間に取っとかんと、入荷してからやったらもうなくなりましたって言ったら、お前もうまた動画出さんのかって言われて、しかもこれ廃盤になるしね、なくなっちゃうから、ようやく動画できたと思ったら、あ、なくなっちゃうんだねっていうことなんですけども、またねいい記事とか見つかったり、いい記事に出会えたらね、こういったロンティーとかも作ってみたいなと思うんですけど、今のところこれを超えるね記事に出会ってないので、もう無理して作るつもりはないんですけども、まあ、そういったことでロンティーのね動画を、出させていただきました。で一応着とくと、僕が今これ L サイズ着てるんですけど、次 XL サイズ着てみるとこんな感じになるので、まあ、ゆったり着たい方はね別にワンサイズ上でもいいとは思うんですけど、その代わりね袖口とかはこれぐらい余ってます、こう余ってる感じになってるので、あ、これぐらいのゆったり感がいいよって方はワンサイズ上やし、まあ、普通に着るんやったらさっきぐらいでもいいとは思うんですけど、基本的には日本企画で作ってるので、その日本人に向けたブランドやから日本人に合わせて体格は作ってるので、まああえて大きくしたい方はワンサイズ上でもね、まあありかなと思うんですけど、僕もたまにね XL で着る時もあるけども、まあ、普段は L が多いかなっていう感じですね。はい、ということでね、ようやく動画にできたロンティーなんですけども、またね気に入っていただければ見ていただきたいですし、あとねこの木箱に入ってくるのももうこれが最後です。なのでね、サインくださいとか、ここにタクゾーさん欲しいよとか、いつもタクゾーさんのサイン楽しみにしましたとかっていう方はね、備考欄に、木箱にサインってくれたら、ここにサインするんですけども、そういうお声を待っております。ということでね、本日はロンティーの紹介をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。